筑波山に来ております。筑波山神社です。今日はいいね、金河新年ですね。素敵ですね、金河新年のもう文字が出てて、もう正月気分ですね。ここまで来ると明日もうクリスマスイブスとうとう、最高の金河新年。どう？ちょっと歩いてて寒いです。寒いの？寒いです。本当？でもこの風がなければ気持ちいいでしょ。これがね、冷気なんだよ。この寒い感じするでしょ、はい、これ涼しいんですよ。あ、じゃあここから入りましょうか。あ、玄関か。これね、はい、入るときにちゃんと自由賞と名前言ってくださいね。生年月日と。あった？ここほらすごい景色がいいようになってんだよ、神様のとこって。ここでお辞儀すんだよ。筑波山神社、もうこの、もうここもすごいね。筑波山神社ケーブルカー4時40分までしかやってないからね。これがね、これがご神木ですよ、筑波山神社の大杉。大杉レンもお亡くなりになっちゃったからな。杉本屋って杉本屋さんがあるんですよ、この大杉のとこにはね。杉本屋さん、これが大杉です。ぜひ皆さん筑波山に遊びに来てください。もう大杉9.8 メートル周囲が32メートルです。高さが、樹齢が約800年、もう江戸時代を遠に超えてます。これね、このね、御神木があるところに神社っていうのはできるんですよ。実は神社が先じゃないんです、御神木が先なんです。御神木、そういう霊気のあるところ、ものすごい木が生えるとか、そういう場所にあるんですね、神社は。